イオン月見野店は、神奈川県大和市月見野に位置し、イオンリテールが運営するショッピングセンターであった。跡地に2019年10月12日に開業したイオンスタイル月見屋についても、本校で記述する。2000年11月9日に月見野先としてオープン。2011年3月1日に店舗名がイオン月見野店に変更された。シネマコンプレックスを併設しており、所在地である大和市内で唯一の映画館がある場所となっていた。店舗はエンクローズドモール形式で、SRC 作り、S 作りの地下1階、地上4階建てとなっていた。店舗面積は 31,618 平方メートルで、これは大和市では大和オークシティに次ぐ市内2番目の規模である。かつては4階のフロア内にマジック FM のサテライトスタジオが存在し、公開録音や生放送が行われていた。店舗建て替え工事のため、2018年2月28日を、もって全館休業した。建て替え後、2019年10月12日にイオンスタイル月見屋として跡地の一部に開業。平屋建てで食品のみの店舗となり、売り場面積999平方メートルと旧店舗より大幅に規模を縮小したが、イオンのオンラインショップであるキッズリパブリックオンライン、イオンスタイルファッション、イオンスタイルホーム、グラムビューティークウェブストアで購入した商品を店舗でも受け取ることができる店舗受け取りサービスを実施する。跡地の大部分はマンションが建設される。この建て替えに伴い、イオンシネマ月見屋は施設から撤退した。ファッション、服飾雑貨、生活雑貨、サービス、飲食と合わせて62のテナントを有していた。イオン月見野店4階に位置する大和市内唯一のシネマコンプレックス。9スクリーン合計で2053人を収容できた。月見野先の開店と同時に開館し、2013年6月30日までは、ワーナー・マイカル・シネマズ月見屋であったが、運営会社の合併に伴い、現名称に改称した。前述通り、施設の全面建て替えに伴って、2018年2月28日で閉館。最終興行として、ニューシネマパラダイスが特別上映された。なお、近隣のイオンモールザマには2020年3月27日にイオンシネマが新設された。ありがとうございます。